風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声、読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて目につったものに安堵する。ただ笑った僕だって石になってしまうと怯えて暮らしてた。でも世界はさ、案外怯えなくていい。揺らして見せた。